55インチ 4K でかいでしょ。細かくチェックしといてや、細かくチェックしといてや、細かくチェックしといてや。チェック意味わかる？はい、服かどうかじゃなくて部品とか全部チェックすな。いや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 、スイートの話だよ。え、待って待って待って、マスター待って、マスター、マスター、マスター、オッケーです。わー、見て見て、テレビ買った。もう、あの、寝室、これから、普通の寝室としてベッド置いていったり、テレビ置いたりして、前みたいな感じでやっていくから。あ、そうです。うん、だから、あの、今、寝室空やんか。寝室なんもないから、もう寝室、寝室1億円しか置いてへんから、あの、これからこれ飾っていくから。おー、なるほど。あの、エマちゃんと2人ね、これ。あー、やってきます。飾って、あの、壁紙にしたい。壁掛け。え、エマちゃん。え、やっていいっすよ。お前、示しろ。じゃあ、エマちゃん、それやってきまっていいですか？お前もやれよ。お前、この間つけた時あれやぞ。テレビ、お前、映れへんかったんやけど、お前、全然、激業者なんで、ちゃんと細かく見といてくれ。ちゃんと細かく見といてくれ。ちゃんと細かく見といてくれ。見て、これ、絵の勝手、これ、ほら。55インチ、4K。でかいでしょ。細かくチェックしといてや。細かくチェックしといてや。細かくチェックしといてや。チェックできる、細かく。はい、わかりました、細かく。で、エマちゃん手伝ってもらって、寝室にいい感じで。まあ、とりあえず開けて、開封してって感じで。そうそう、それだけやってて、これもう開封のサブちゃん。開封のギット取って、お前ら、それで。開封のギット。俺もうちょっと、あれやったら飯がなかったら。なので、OK です。もうお疲れで。わかりました。17時バラシで。はい、OK です。これでも、やらんだろ、それでもこれ。今、お前らやってて、俺も行くから。あー、OK。なんで、俺は何一緒に参加せん。いい、早い、早いよ、なんでみんなでやってたら。いや、そう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 。早く、やっとて、それで。で、あの、俺、明日、あの、来た時に、朝来た時には、これ、バッチリやっとけよ。ほんま、ちゃんと細かくチェックしてよ、マジで、ほんまに。先生とかいろいろあるから。わかりました。いい加減せんとってよ。隅から隅、徹底してやってよ。はい。終わるまで帰ってあかんで。はい。はい。ほら、ちょっとやっとてやと。はい。わかりました。回してんよ、お前。カメラ好きか、お前。お疲れ。はい、じゃあ、やりましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。やろ。ちゃっちゃと。来ました。はい、回してます。これ運ぼう。飛びますか。寝室、はい、ちょっと、え、これ一人、エマちゃん考えて。ありがとうございます。見てこれ、ここ書いてない。必ず2人以上で行ってください。あ、本当だ。 0.5 ぐらいしかないですけど。いや、1人分の力出します。じゃあ大丈夫ですか。はい、行こう行こう。じゃあ押して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 。押して。持ってない。いいか、ほぼ持ってない。押して。右右右右右。全然押してない。じゃあこれを細かくチェックしていきますから。はい、ドライバー。ドライバーですね。取ってきます。エマちゃん、じゃあドライバー。はい、取ってきます。ドライバーすれば何も分かってんやん。おい、取ってきて。もう回しとくから取ってきて。はい、お願いします。もうヤクターズやな、マジで。はい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 。開けて。よし、開けて。あー、何でしょう。電ドリも出こんかい。電ドリ、電ドリですか。いいグレンドリー。あ、すいません。全部こんな手動じゃダメですね。何年来てる、令和やぞ。あわあわあわ。電ドリパートナーとしてもほんまにあかんわ。55がだってまあまあか。でかいですよ。エマちゃん、家何が出すか。私70。やばい、やらしいな。最近引っ越したてなんで。あ、引っ越したですか。はい、引っ越して大きいテレビに。あ、まあ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 、それはね、はい、ご褒美で。いや、ですね、電ドリです。ダメだ、全開。おおおおお。サングラス展開。編集マンの大変やから。はい、回して回して回して。回して言う。回して言うねんよ。僕は3歳でちゃうねん。こっちカメラの方ですね。こんなん使えるから。今日絶対高3でいけな。頑張ります。一、せーの、せ。お、あ、あ、いやいやいや、やばい、やばい。 0.5 全然力ないよ。せーの、はい、オッケー。シャッ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 シャ。大きいですね。まあ、55っては家あれやろ、19型とかやろ。そんなのあるんですか。ちっちゃいやつ。そうそうそう、つくと思う、テレビ。いや、つくと思いますよ。え、ちょっと俺心配やな、こんな。これちょっと裏向けて、あんまチェックせなあかんわ。チェック、つくかどうかも。そう、つくか、ちゃんとチェックせなあかんから。あー、なんやろな。なるほど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 。じゃあテレビってそんなドリルとか使うんでしたっけ。テレビは使えへんけど、はい、だからチェックせなあかんから。あ、チェックですね。チェックできるんですか。そう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 。チェックって意味わかる。はい、つくかどうかじゃなくて部品とか全部チェックせなあかん。いや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 、スイートの話だよ。え、待って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 待
上級者で。待って待って待って。テレビこんなんしてる人初めて見たんですけど。ネジ通っちゃった。ネジ通っちゃったよ。テレビとかこんな信頼してへんから、こっちは。いやいや。テレビさん、細かくチェックってそういうことだったの、ね、これちょっとわかるやん。細かくチェックしといてや。細かくチェックしといてや。細かくチェックしといてや。ネジ多いな、マジで。すごいわ。全部開いてんのか、これ、ほんまに。いや、あれけへん、テレビとかも。兄さん入ってません。黙って、マジで。これどう開く、開けちゃうんすか。ちょ、これ。いらん。え？あー！いや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 、どうなんすか、分かる。部品なのに。こうやってもいいですか。閉めてます。オッケー。外します。はい。あ、おじま止まってるよ。おじ止まってるやん。すいません。ごめんなさいね、ちょっとでっかい声出しちゃった。お、いった。あ、あれ、なんか、あ、そこ止まってません。止まってるやん。一箇所見逃しました。これでいけるはずです。よし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 。なにこれ、なんか繋がってない。待って、すごい。これ大丈夫、これこんなになってるんです、ね、この配線大丈夫、チェックしてちゃんと。配線チェック、こんなん大丈夫、なんか破れてない。だってこんなになってるの、テレビの中って。イーさん、これわかるんですか。うん、大体わかる。ちょっとこれやな。でもちょっとそれチェックしないとダメなんですか。裏怖いな。ここまでチェックしないといけないんですね。絶対チェックしな、それは。よっしゃ、なんか楽しくなってきちゃいました。これ楽しいとかちゃうから。これはちゃんとチェック、ほんまにせなあかんから。チェックなんですか。完全チェック。あ、ここか、そういうことか。あれ、え、何って言ったけど大丈夫ですか今。え、何言った、そんなん。はい、大丈夫ですかね。それ、あとがくっつければいいから。ネジが中入っちゃってる。あ、取れちゃった。大丈夫、中これ分かるんですかみたいに、さこれ、ええ感じに言ってると思う、多分。ちょっと裏大丈夫、裏見といて。これ裏ですね。ほこりとか、ほこりは大丈夫です。大丈夫そう。はい、こんだけチェックしとけばラファさんも喜びますよね。完璧やろ。こういうのってほんま信用できないでしょ、まず。うん、確かに。かわいい。え、ちょっと待って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 、ちょちょちょ、これ何。これ何。それがアウト映んないとかあるんですか。いや、わからんね。ここまで来たら僕、俺もわからへんわ。これ、これやめてよかったやつ。絶対ダメなやつです。これ、何のやつなのこれ。何のやつ。これは多分いるから、はい、これも、これも多分いるんだけど、これいるんかな。いらんのちゃう、まあ、なくてもいけそう。なくてもいけそうやん、はい、むしろこれで映れへん可能性とかあんちゃう。イーさん、これ後ろ大丈夫ですか。どれどれ。あ、後ろこれいけるな。いけますか。いけるいけるいける、全然いける。これもそうなんですか。ちゃんと見立て、はい、これはあれ、わかる。これはわかるでしょ、エマちゃんでも。これは何ですか、ね、そう、支えやな、それ。あ、支えです。そう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 。これは何ですか。コードつなぐためのあの間に、間のかますやつやな。言ってますけど、これでも取れるわ。これも見らなあかんやん。違う、でかすぎ。でかすぎる。あ、でかすぎ、さっきでかすぎ、さっきっぽ、もっとちっちゃいやつ。今んとこ不良。今んとこ大丈夫だよ。この黒いやつだけが、なぜ。これだけ。これやばいじゃないですか。これだけがちょっと、気がかりだな。これちょっと後で連絡してないかな。遅いの、これ大丈夫。遅いの、ガシ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 。違う違う違う。じゃあ違う、細いやつやって。これ細すぎますか。あんまあんま。これ、あ、いったいったいった。それどうやって使うんですか。開けへんわ。ないんですか。開けへん、硬い。ええわ、多分硬いから大丈夫や。硬い。硬く言っとるやつは大体いけるやつとこやから。そういう基準なんですね。そう、大丈夫そうやな。これが、これ多分、これをちょっと気になる、気になるけど一応。適当すぎ、適当すぎ。チェックオッケー。今日はもう終わり、チェックしたから、はい、明日だからラファさんにチェック報告するのから、それだけ覚えていて。あ、はい、わかる。チェックしたから、じゃあバラシで。今日このままで。今日このままバラシで。これでいいんですか。それチェックするとこやって終わりだから今日は。組み立てとかいらない。そう、組み立ては大丈夫。ネジは。あ、ネジ置いていて。置いていて、はい。なくすないように全部まとめて置いていて。まとめて。どれか分かれへんけど、絶対もう分からない。なくせへんようにまとめて置いていて。お疲れ様です。さすがに。お疲れ様です。うわ、疲れたなやっぱ。すごいですね、マジで。粉々になっちゃいました。あれ来てんの、え、あ、エアマツケ出したの。
は？うわ、何これ！もうえってちょ、もうえってちょ、もうえって決めます。あ、口上がってるよ。ちょ、もうえってちょ、弁償してや。お前、お母さん言うで。なあ、お前、足短いお母さん言うで。お母さんが大体足短いの。なあ、エマちゃん、これもうえってやっといてって言ったの。壊してるやん。ちょ、弁償してや、もうええで。壊してあ、それ壊れるって。壊れてるやん、おかしなってるやん。じゃ、これチェックしたんですよ。なんか、この動画チェックして。そういう意味やろって思ったわよ、アホやから。いやいや、ちゃって全然な。壁にかけとけって俺言ったやん。言わんかった。壁まで聞いてへんな。お前、そのかけて俺映ってんのか。なあ、撮れてんのか、俺がちゃんと怒ってるところ。ちゃんとチェックしてて、ちゃんとできるようにやっといてくれって意味じゃないですか。いや、違います。いや、言ってたのは、この間映れへんかったって言ってたんですよ。だから、じゃあ映ってよ。分かった。映ってよ、じゃあ、今から。やってくれ、ほら。でも、ネジこんなバラバラになっちゃう。お前がやって。違う。片目だって。お前らがな。結構、わかりやすい。何だ、細かくチェックしてると、細かく分解するんや。細かくチェックするんや、じゃあ。細かくチェックしましたね。アホやな。じゃあ、いやいや、アホちゃうと思うんですけどね。お前らもう就職できんぞ。お前らもう足りちゃうたらもうゼロ一やめたらもう就職できんぞ。ホームレスやからな、お前。お前ら、な、ゼロ一のやつの全員。いや、関係ない。そんなんやったら。え、ちょっと、事務所どこ？ゼロ一ファミリーやつ。毎回。公式の書面で。書面で訴えるわ。チェックしてって言ったから、チェックして。チェックしてって、どこのやつに分解。お前、こんなんわかんやん、こんなんしたら。こんなんは、話したあかんやつやん、これ。ああ、じゃあ、話した。誰が話した？でも僕ですけど。じゃあ、直してやろ。だから映るようにできるんでしょ。映して、映るんでしょ。で映して。いやいや、映んないですよ。まだこのままやってるんですから。アホや、アホや。こんな、アホや。こんな剥がして映んないですよ、これ。アホや、アホや。なあ、なあ。はい。デクドボー。デクドボーちゃう。ちょっと手伝ってしまいました、兄さんも。手伝ってもらって、3人でやったんですけど。おかしいと思わなかったんですか。いや、正しいなって。そう、正しいなっていう。とこ終わったっすよ、みんな。みんな同じ方向向いてたっす、最後は。もうええって。映れへんやん、こんなんじゃん、もう。ああそれいらんちゃうかなと思って。いるって。なんで工場がチェック済みでつけてんの、お前が話すね。何やな、お前。見たことなかったんで。あははは、お前。こんな黒いのいると思って。いるやろ、なんか意味あんねん、こんなもん、絶対に。静電気とか。もうめちゃくちゃやってるやん、もう買ったばっかりのテレビ、マジで。でも不良品ではなかったですね。もう映れへんな、でも。知らないな。こんなお前、こんなテレビなんか欲しいじゃん。お前、夜なんかもういくらでもあるぞ。もったいな。もったいな、マジで。買ったばっかりのテレビ。そんなつもりなかったですけど、僕は。細かくチェックしてたら、もう何、待機せえへんぐらいまで細かくチェックするやん。いや、もうだから。それに何の意味があるの？もうかけといてって言ったら、もうかけといたんですけど。映るように、やっとけよって意味やん。設定とか全部やっとけよって意味やん。止めてやん、エマちゃんもそれ。それ最初から言ってほしいですね。ちゃんと、はい。そう、じゃあ設定しといてやって言ったら、もう設定して終わってましたから。この映らんぞ、絶対。ワンチャンス。絶対いるもん、こんな。絶対特殊な回やもん、これ、なんか。あ、確かに。かわいい。え、ちょっと。分かるやん、まだ見たらもうこんな基盤こんなんなってるやん。基盤最初がそんな感じでした。こんなお前初期のターミネーターでもこんなんちゃうぞ。もっとちゃんと隠してるぞ、なんか多分違うと思うんですけど。もうえってよ、ちょっと直してよ、マジで弁償してよ。ここもせっかく俺女連れ込めるようにソファーとかもいい感じでこれやろうと思ってる。あとエマちゃんに関してはそれ誰か連れてもらうの紹介して。俺いけそうな方嫌です。お前に関してはお母さんしばかしてる。しばか。お前、関係ないから。関係あるよ、こんなもんして。社長んちは来るテレビ買ったばっかりの。終わったこともガビ言われても、その時にちゃんと言ってくれたらかけて、ちゃんと設定して終わってたのに。言ってもう。おい、ビッグエル。はい、エマちゃんも。長く先生こいつな、ドライバー入れた瞬間危ないなと思ったやろ。見てみたかったです、この上から。知らなかったです。マジどんついたのか。ちょっとこの前練習してや。弁償や。俺お前らもキャラ払えへんけど、もう次からこんなんしたら弁償やって。次からね、今回もな。こうしましょう。だってもうラファさんにもやっぱ落ち度あるわけじゃないですか。ないって。弁償せえや。細かくチェックしてって。黙れ。嘘。で、俺どうするんすか、もう本音なって。どうするんすかって、こっちが聞きたいでって。なんでお前にどうするんですか、どれだかって。なんでお前。でもじゃあこれでやってて、こんなもん。こんなゼロ一の人、これも言うで。これも言うで、ゼロ一にほんま。いや、ダメです。言うで、このあのわけわからんマネージャーに言うで、これ。そんな言われてもね。はい。わけわからん、今じゃあ担当のマネージャーに言うで。ダメです。直してやもん、なんとかしてもう、ほんとはほんときはびっくりやる、お前。はい。お前運転だけしとったらええねん。だいたいカメラ持つねん。何、車車に出てくんねん、お前。お前ないんですよ、最近。車に出てないけど。車車に出てくんねん。最近ないんだ、お前。ちょっともう。何したいん。
しっかり収めさせていただいてます。何がいただきましたよ。ええやねん、お前。ちゃんとやり取りしましょう。じゃあ、設定しといてって言ったらするから。分かった、もう一回かば。設定しといて。オッケーです、オッケーです。で、壁側に入ってて、ちゃんと映るところも確認して。ああ、オッケーです、オッケーです。な。それ言ってくれれば。あと、俺が1としてジャンポケさん、今何個だい ?8。ジャンポケさんからもっといい感じくれる。もっといい感じ。もっといい感じ。はーいって言ってたんだけど。ジャンポケさんのテレビで壊しに行こうか、じゃあ。で、それ転送しましょうか。そういうことでしょ。ほんま18ぐらいは行くんか。18ですね。それそれそれ、これ。それ僕はこれ。家のテレビだけど壊しに行かさせて。僕も18倍の笑い見れんねんから。申し訳ないけどやる。ボッコボコにするよ、勝って分かるやつ。じゃあ、聞いてみましょう。やりましょう。お前、捨てとこいって。どうすんだお前、このまま置いとくんか。ゼロ一のやつ。な。置いときますか。ちょっと聞いてよ。